ニューワーク、ワールドトレードセンター線は、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社が運行する、パストレインの運行系統で、略称は、NWKWTC である。パストレインの路線図では、赤色で示され、本系統で運転中の列車も赤色の標識等を、点灯する。ニュージャージー州ニューワークのニューアークペン駅から、ダウンタウンハドソン中部を通って、ニューヨーク州ロワー,ーマンハッタンの、 ワールドトレードセンター駅を結んでいる。24時間営業しており、1 4 3トルを22分で運転している。ニューアーク、ワールドトレードセンター間は、元はハドソンマンハッタン鉄道のパークプレイス、ハドソンターミナル線であった。これは、ニュージャージー州ニューアークのパークプレイス駅から、マンハッタンのハドソンターミナル駅を結ぶもので、1911年に開通した。 パークプレイス駅は1937年に廃止になり、ニューアークペン駅に代替された。H&M は1962年にニューヨークニュージャージー港湾公社に買収されてパストレインになった。港湾公社は1966年から1974年にかけてハドソンターミナル跡地にワールドトレードセンターを建設したが、ワールドトレードセンター駅は 一足早く1971年に開業した。ワールドトレードセンター駅は、アメリカ同時多発テロ事件で倒壊したツインタワーの下にあったため破壊され、エクスチェンジプレイス駅も閉鎖されたため、この区間の営業は変更を余儀なくされた。平日は、ニューワークペン駅から33丁目駅間の運行となり、週末は、ニューワークペン駅方法圏駅間で運行された。 深夜帯にはニューアークペン駅から33丁目駅間を方々権駅経由で運行されたが、この時期に深夜帯に運行していたパストレインの路線はこの区間のみであった。2003年6月29日にエクスチェンジプレイス駅が営業を再開すると、ニューアークペン駅、エクスチェンジプレイス駅間で終日営業が行われるようになった。同年11月23日には、 ワールドトレードセンター仮駅が開業し、ワールドトレードセンターまでの運行が再開された。2014年2月4日に、ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社は2年間の検討を行った上で、パストリーンをニューアーク・ペン駅からニューアーク・リバティ国際空港まで南に 3.2km 延伸することを含む今後10年間の投資計画を発表し、 ニューヨーク州知事クリス・クリシティの承認を受けた。公安公社の運営委員会は空港延伸線を含む投資計画を2014年2月19日に承認した。この投資計画ではパストレインをニューアークリバティ国際空港まで延伸する費用として15億ドルを見込んでいた。この路線は既存のニュージャージートランジットの北東回路線から さらに 1.6km ほど西のニューアークリバティ国際空港駅まで伸び、ここでエアトレインニューアークに接続する。ありがとうございます。